ちゅねおたっきーです。今日はね、ちょっと、まあ、ネタっていうかネタ一応あるんですけど、開封系の動画になっていきます。開封動画っつってもね、これ僕が買ったやつなんですけどね。ぶっちゃけね、まあ、後々で話していきましょうか。それでは動画スタートしてまいります。これね、実はね、東京に行った時にカメラの山屋さんでね、購入したカメラなんですよ。で、新幹線でまあ帰ったんですけど、荷物があまりにもでかくて、持っていけないっていうことで、これ、ドリームロコモーティブさんがね、宅急便で送ってくれたんですね。よいしょ。よいしょ。さあ、カメラの山屋でどんなカメラを買ったのか。やったん、なんかスペーサーかなを入れてあるような感じですね。いきなりお菓子が入ってます。いつもすんません。これすごいな。小池屋、工場直送小池屋が漢字になってるよ。で、なんかね、かつお節がついてる。これなんだ？ポテチか。ポテチ、ポテトチップス、薄塩味。でね、これ、いてつ揚げね。ちょっと以前にも紹介したやつですね、これね。何だったっけ、何鉄道だったっけ、よいしょ、いすみ鉄道ね、いすみ鉄道、写真をね、撮る、鉄道写真を撮るのにね、すごくいいというね、いすみ鉄道さんですが、これ、房総半島の真ん中あたりに位置するのかな、よいしょ、ほんでね、これ、車の中にトレーナーを忘れてたんですけど、パーカーか、送っていただいております。さあ、ここから本題。ん？ん？俺こんなの買ったっけ。ん？こんなの買ったっけ。これおまけってタブロンのレンズいただきました。28200ですね。これはミノルタかな、多分 A マウントじゃないかな、多分 A マウントじゃないかな、すいません、おまけまでいただきまして、てかおまけすげえ多いぞ。でね、これはね、100円だったんですけど、これ α507SI のバッテリーグリップなんですよ。よっ。はい、単三電池が使えるようになるんですね。これは大きい。てか、これ単三4本か。4本になるんだな。α507SI が単三電池使えるようになるバッテリーグリップ。これはね、ちゃんと使えたら100円は安いぞ。よいしょ。自分で買ったけどね、もう買ったカメラを忘れてます。よっ。はい、コニカエレクトリックオート SE ですね。あ、これゼンマイ式のワインダーですね。チェックもしなくてね、もう適当に買ってきたんですよ。安かったんで。動くかどうかはわかりませんが。よ。
わかんないな。シャッター切れるかどうかもわからない。これちょっと使い方勉強しなきゃいけないですね。でもレンズはめっちゃ綺麗です。ファインダーはね、お、枠が動かないな。お、動き出した動き出した。なんだっけ、コニカ3だっけ、同じ、生きているファインダーってやつですね。ちょっと粘っているようですが、動かしたら動くようになってきましたね。距離は狂ってるようです。はい、次いきますね。まあジャンクなんでね、通常カメラの山屋さんはジャンクを置かないんですけど、今回はね、ジャンクを置いてあったということで、はい。ヤシカエレクトロ AX ですね。レンズ付きです。レンズはね、朝日光学オートタクマ、55mmF2。富岡製ですね。いいよ。自動絞りがちょっとおかしいかな。自動絞りがちょっとおかしいな。どういうことだ。まあ、カメラは動いているようですね。電池もちゃんと入ってるな、これ。全然ジャンクじゃねえじゃん。レンズはジャンクですね。なんでこれ自動絞り効かないんだろう。聞いたり聞かなかったです。なんで聞かないんだろう。なんで聞かないんだろう。まあ後で見ましょうか。とりあえずヤシカエレクトロ AX、 これ M42 マウントですね。スクリューマウントのレンズです。で、富岡のレンズがついておりましたが、これいくらだったのかな。多分ね、1000円とかそんなんですよ。で、札剥がしちゃってるね。よっ、非常にお買い得でした。んで、次が何買ったのかも完全に忘れてる。はい、コニカ E-Matic デラックス2ですね。切れてるけど、はい、これね、500円ですね。よっ、よいしょ。電池が入っておりませんね。これ電池はなんだ、 MR9 かな。多分 MR9 だな。基本的には AE のカメラなんで、ちょっとおかしいぞ。オートにならないぞ。まあいいや、次いきます。ちょっと多いんでね。よっと、ちょっと箱が邪魔だな。目を凝らせ。もうとにかくね、時間があんまなかったんでね、
あの置いてある適当にバカバカって買ってきたんですよ。で何を買ったかも忘れてるというね。はい、ペンタックススーパー A ですね。持ってるんですけどね、これ状態が良かったんですよね。動くかどうか知らないんですけど、見た目がすごい良かったんでね、ピント合わないか。これも500円だったんですね。うん、電池が入ってないのかな。で、俺レンズ買ったっけ。やっぱりおまけレンズ2本おまけついてきました。すんません、ドリームロックマティブさん。シグマのレンズだね。マウントは何だろう、 K マウントかな、いや F マウント、いや F マウントじゃないね、多分 K マウントだね。うん、やっぱりシグマのズームレンズが入っておりました。お、いいねいいねいいね。75210ですね。 F 値が、3.5 から 5.6 っていうね、ズームレンズ、普及ズームレンズですね。これはちょっと面白いぞよ。あれ、どっちが逆こっちが先か、こっちが先か、よくわかんないよくわかんないぞ。フードをつけたらキャップがつかなくなるのか、不思議な仕様だな。あ、ねじ込み式か、ねじ込み式のフードだなこれ多分。うまくつけれない。ついたついた、つきました。これはなかなか状態すごくいいですよ。古いレンズなんですけどね、多分。このヘリコイドのラバーとかもね、ものすごく綺麗です。んで、電池を入れるやつが、これはフィルムを入れないとわかんないのか。で、こいつは電池が入ってたからもう動作確認をだね。でレンズはこれは A マウントにつけなきゃわかんないんだろうけど、よっ、お、状態は結構良さそうです。後ろ玉にちょっと汚れとカビがあるけど、まあ使えそうですね。はい、こんな感じなんですが、実はねLR44 か SR44 がいるんですけど、電池持ってきてないんだな、スーパーへ動くかどうか、まあ、後日チェックということになりますかね。今日ちょっとね、電池を持って帰ってくるのを忘れたんでね。で、今深夜2時なんで、もう、あの、コンビニの電池買うのもバカらしいので高いんでね。今日はこんな感じになってまいります。カメラの山屋さんね、通常はジャンク品は売ってないんですけども、この10年オタッキー来店記念ということで、特別にね、ジャンクカメラをね、置いていただいたんです。他にもいっぱいあったんですけど、視聴者さんの方が買っていかれたんでね、で、残ってたんで、あ、結構たくさん残ってたんで、せっかく用意してもらったのに残すのも悪いなということでね、ガガッと買ってきたんですけどね。まあ、あの、個人的には結構満足いく買い物だったと思います。まあね、あの、写真を、撮る暇がなくってね、カメラダブついてるんですけど、これ以上ダブつかせてどうするんだって話なんですけど、ね、もう置くとこもないしね。まあ、とりあえず今回は、ちょっとカメラが増えましたということでね、動画こんな感じです。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはキャラブキさんの作品ですね。お疲れ様です。先日紅葉を撮ってきたので2枚よろしくお願いします。1枚目タイトル秋本番、カメラソニー α7II、 レンズ AI ニッコール 200mmF4 マウントアダプター使用。2枚目タイトルもみじ、カメラ富士 X+3、 レンズ 35mmF2、 よろしくお願いしますということで、1枚目なんですけどね、1枚目はね非常に色づきの良いもみじでね、水面にも反射で映っておるんですけども、光としてはこれはもう一つだったんですね。色は非常に良いんですが、で2枚目なんですけど、2枚目はもう光は申し分ない美しい写真となっておりますが、モビジの色が今一つなんですね。うん、これなかなか難しいところでありますが、実はね僕もね、今年のね紅葉の写真は苦戦してまして、もうほぼ惨敗です。なんかねあんまり色がいいね、色がいいもみじとか紅葉に出会えなかったんですよね。今年ちょっと撮りにくくなかったんですか。そんなわけでね、キャラブキさん、ありがとうございます。1枚目光があれば完璧だったんですけどね。で次がねトシトシさんの作品ですね。中年おたけさんお疲れ様です。2枚作品投稿させていただきますよろしくお願いします。土曜日の午前中商店街でスナップ撮影してきました。1枚目ママ早いよ、2枚目密集ということで、カメラはペンタックス KM、 レンズ SMC ペンタックス 55mmF1.8、 フィルムはオリエンタルニューシーガル100ということですね。あ、1枚目のタイトルママ早いよ、愛情に変更ということですね。そんなわけで1枚目から行くんですが、1枚目の方なんですけどね、どっちかといえばね、母子の方にピントを合わせた方が良かったかなと思います。写りはねペンタックスということでね、非常にいい感じですね。55mm1.8 で、2枚目の方なんですけど、2枚目はね、飲み屋街のね入り口なんですけど、これ非常に面白い看板が集まっておりますね。被写体としてはかなりいい感じだと思いますが、もうちょっとボケを強調して、寄って看板をね、一部の看板を、ね、アップにしても良かったかもしれませんが、ニューシーガルということで、中身はねこれケントメアのモノクロなんですけどもね、非常に柔らかい調子が出て、好きな感じですね。いい感じで撮れてると思います。はい、としとしさんありがとうございます。次はねデジロイドさんですね。お仕事お疲れ様です。先日はおたっきーさんのポトレ撮りたいの過激なツイートに焦りました。あの内容ですね。今回はやっとニコン D40 購入しましたので、早速試し撮りしました。 CCD の色のりの良さを実感しました。2枚ですがタイトルはありません。よろしくお願いします。すべて取って出しですってことですね。レンズキット18-55で撮ったということですが、で作品なんですけどもね、これはいい色で撮ってますね。素晴らしい解像度もね、これ600万画素ですよね。何も問題がない。取って出し、JPEG 取って出しということになるのかな。2枚目もそうですけどね、解像感もありますし、色もいい。光のね、感じもすごく良くて、これ18-55、まあ、普及レンズなんですけども、非常に良い写りになってますね。デジロイドさん、ありがとうございます。次がね、佐藤ショコラさんですね。2回目の投稿になります。佐藤ショコラです。タイトルは立冬の里でお願いします。今回は盛岡城跡公園での撮影となりましたが、撮影者はカメラ素人の神さん、中年サツッキーですあの名前が、おたっきーのレプリカですね。私が肺と心臓に疾患がある新書者なので、階段や上り坂がある場所では神さんにカメラを預けて少しだけアドバイスしてお願いしていますということですね。なかなか和気あいあいと撮影しているということでよろしいですね。カメラがニコン FE、 ニッコール 50mmF1.8、 富士カラー 100 F8 絞り優先オートということですね。でよろしくダメ出しお願いしますってとこ、全然ダメじゃないんですね。これが非常に良い写り、これ光も溢れてるしね、紅葉をね透かしたような感じで非常に良い写り。1枚目で2枚目も好きですね。斜めから光が入って紅葉、素晴らしい色づきだと思います。
まあ、もう一段マイナスでも良かったかなと思いますね、どちらもね。これがまあ、オートをね、空に向けるとね、マイナスに通常なるんですけども、これはなってないですね。どっちか言ったらオーバーになっております。はい、佐藤ショコラさん、ありがとうございます。次はね、のりかずさんになりますね。お疲れ様です。普段使い用にカバンに忍ばせておいたコニカアイが取り上がったので投稿します。セレンが壊れているのでシャッタースピードは30分の1固定。露出は 100% 山間で撮影してきました。半分くらいまともな絵が出ればいいかと思っていましたが、9割方露出が合っていたので思わず、奇跡だなんて叫んでしまいました。で、1枚目は朝焼け、2枚目キモノフォレスト3というタイトルで、カメラコニカイ、フィルムコダックゴールド200、ND4 フィルター使用、よろしくお願いしますということでね、コニカイね、ハーフカメラなんですが、非常に良い写りですね。これは素晴らしい1枚目。で、2枚目もね、以前もね、撮ってた、2枚目はちょっとピンが来てないかなって感じですけど、着物の筒が立ってる、状況になっておりますがね、非常に良い写りですね。これ2回、山間露出ということですね。山間露出でもカラーネガならね、まあ結構簡単といえば簡単なんですけど、1枚目結構いい感じで露出あっておりますね。はい、投稿ありがとうございます。で、タイトル画面なんですが、非常に悩ましいんですが、のりかずさんの1枚目かな。これは見事だと思います。ハーフでこの写り、コニカワイなかなかいいですね。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、カメラオンさんの俺のカメラですね。俺のカメラのコーナー、投稿です。おたっきーさんお疲れ様です。初投稿、カメラオンと申します。カメラは昭和のイオスキス、キャノン AV1 です。レンズは純正でも格安の3570と、70-150 です。ライティングは息子からのアイデアで、懐中電灯を息子に持ってもらい撮影しました。撮影機材は EOS KISS X8i と、EF50mm F1.8II です。50過ぎの中年ですが、この時代のカメラを使うとカレーライスとキャノンが大好きな昭和の子供世界へ戻ってしまいます。この昭和のワンパクセットと中学生息子を連れて13日のオフ会参加を楽しみにしておりますけど、オフ会ね、お会いしたんですけどもね。ちょっとね、これ連絡事項とかでね、埋もれちゃっててね、紹介が遅れてしまったんですね。で、俺のカメラなんですけど、これがね、なかなかですね、この懐中電灯のライティングなかなかだぞということで、こちらの写真、タイトル画面にさせていただきます。カメラオさん投稿ありがとうございます。先日ねお会いしたんですけどもね、本当に楽しい時間をね共有させていただき本当にありがとうございました。でね、俺のカメラのコーナーちょっとね立て込んでおるですが、ちょっとお待ちいただくという形になります。今日はちょっと編集の時間もないし、家からの撮影なんで、いつね家族が出てくるかわかんないんで、この辺にしたいと思います。で、次の動画はね、オリンパスペン FT のファントム8で撮ったね写真の紹介とかをやっていこうと思います。はい、東京ねオフもねそろそろネタ切れということで、実はねもう一台カメラ入ってました、奥の方に。はい、ニコン F301 ですね。これね、F501 世代のねマニュアルフォーカスモデルなんですね。実はちょっと欲しかったんですけど、ジャンクで並んでおりました。これも500円、500円なんだなぁ。ちゃんと、ま、動くかどうか確認してないんですが、ちょっともう適当だな本当に。で、今日の動画はねこんな感じになってまいります。まあ、高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメントね、頑張って返しておるんですが、全然追いつきませんね。まあ、頑張って返すんでね、何か感じたことありましたらコメントお願いします。高評価ね、ポチッと押すだけなんで、ぜひとも、今すぐポチッと押していただければと思います。で、チャンネル登録なんですけども、まあ、順調でもないんですけど、そこそこに増えていっておりますが、チャンネル登録5000名を目指して頑張っておりますので、できればチャンネル登録、まだの方はね、よろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。次ねどこでオフ会するかっていうのもね悩ましくなっておりますが、またね、チャンスがありましたらねオフ会やっていきますんで、その時はお付き合いくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。